おはようございます。おはようございます。おはようございます。昨日着いて夕方だったじゃないですか。でその時マキエ様いたら結構でかい魚拓サイズのトカジャーとかがうようよしてて、はい、今日も朝一からちょっと狙っちゃおうかなっていうことで、はい、狙いましょう。夜の打ち込みの餌になる魚も釣りたいね。そうですね。昨日はちょっとね、ちょっとね、打ち込みの餌もちょっと取れなかったので、はい、今日はね、ちょっとここの大物を狙いつつ、はい、打ち込みの餌を取って、はい、夜はまたさらなる大物をね、狙っていけるようにやっていきましょうか。そうですね。はい、やっていきましょう。はい、2日目ですね。2日目の朝です。けどどうですか、お、大きいやつがいました。もう見てください、こっちに水族館になってる。水族館になってる。あ、すげえ。朝だからなのかな、昨日とは違う魚がいますね。センスルーとか。あ、魚種も数も増えてますね、昨日より、うん、増えてますね。では、朝一のコメントをもらいに。朝一のコメント、多分朝一って人間も同じように、はい、魚も多分夜居酒屋とかで飲みに行って、はい、魚もやっぱ合宿で外に出ると思うんですよ、はい、出て絶対朝ごはん食べたい時間なんですよね、はい、やばなので多分絶対食うのかなって思ったんですけど、はい、めちゃくちゃ意味わからんコメントしててすみません。何言おうとしたか忘れました。チーンチーン、やばい。ここで翼が痛そうなので、はい、やっぱ朝って人間もそうなんですけど、はい、夜どっかに飲みに行って、はい、お腹空いてると思うんですよ、はい、ごめんなさい、俺おなら出なかったっす。要するに朝マス目はチャンスってことです。はい、バンバンヒット、ファーストヒット。魚は何かね。お、切られてる。カスミじゃなかったね。なんだった。なんかわかんない。カスミと思ったんですけどね。な、根に当たってましたね。すごいな。あ、朝一ってやっぱ素晴らしいですね。これ切られるってやばいぜ。切られたけども、これは別にね、バンバンのせいというかね、 お魚さんサイドにも問題があるんです。そうっすね。これ、うん、かけられた上にお魚のせいにされるんですか。やば。まさか朝から午後切るとか普通思わないっすよね。こんなの想定しない普通は。だから、なんかそれをね、ちょっと読めてない、ちょっとお魚さんサイドに問題がちょっとね、あるのかなっていう。恐ろしいですね。普通朝一はズミだろうって決まってるのに、うん、すごいぞこれ。残念でした。残念でしたね。よし、また食べないといけないですね。なんとなんと、3363が弁当を持ってきてくれました。はい、ご飯おじさんです。やったー。皆さん、釣れてますか。皆さん、釣れてる方いらっしゃいますか。ダメです。ダメでしたか。ダメです。民宿マニアのお母さんがね、はい、作ってくれたね、特製の弁当ですね、はい、本当ありがたいですね。朝ごはんも作っていただいて、あんたたち釣れてない釣れてないんでしょって、食べるのあるねって作ってましたね。いいですね。あ、贅沢だ。はい、おむすびに魚の照り焼きと卵焼きと。うわ、いただきます。あらあら、ポッキポッキウインナーじゃないですか。うまい。おお、うん、卵からいただきます。はい、いいっすね。2人がこんな美味しそうにしてる、うん、お金もうまい。おにぎり大好きバンバンですね。うん、美味しいですね。超うまい。つららさんの、グリさんの72に、はい、ローザーに胴付き、はい、こういうふうに
枝がね3本あって、はい、餌が3つつけれるようになってるんですけど、これあの釣る重りやってそこに沈めるんですけど、はい、今回重りつけないで、はい、もうそのまま自然にスーッと行かせるようにしますね。これは、まあ、餌がいっぱいあるよって見せかけて油断を誘うっていうのと、はい、ゆっくり沈んでいくので、いい感じだろうなっていういい感じだろうなっていう。炭酸力さん人です。竿が曲がってない。竿が上がってきたぞ。さあ、上がってくるのは。しょい。来ましたね。頑張れ、炭酸力さん。はい。さあ、かわいい子来ましたよ、皆さん。はい、はい、はい。おはようございます。モーニングフィッシュのフグちゃんですね。フグちゃん。かわいいですね。相当お腹パンパン、お腹パンパンですね。パンパンですね。もう本当にギリギリですね、はい、針が。顔一枚。顔一枚。おはようございます。じゃあね、針はちょっと逃がしましょうね。はい。いや、ありがとうね。はい、はい、はい、いってらっしゃい。早いですね。めっちゃ食べたい。あ、これはおぉ、ズミちゃんっすね、正解きたはい、来ましたズミちゃん。ズミちゃん、現る。はい、やっぱ三胴付きを三連にしてね、はい、やると、油断して食いますね。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。いいセンスの餌ですね。はい、これ、この子はちょっと餌にしたいですね、はい、石ズミちゃん。キープでいきますか。はい、いやめっちゃいい。スルルを食ってきましたね。キープして、はい、キープして刺すね。はい、ということですね、あっちから、こっちに来ました。ちょっとね、ツバがなんか興奮してますね。何がいるんですか。トコさん、一匹だけ、ほら見えるっすか。あ、2匹来た。やりたい。あ、でかい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 ですね。あ、あっちのよりでかいな。でかこれ、平泳ぎ？ちょっとね、でかいサイズがいるんでね、これおお、おお、パス見える。あ、これ場所チェンジしてよかったっすね、完全に。場所チェンジ正解だな。はい、これでね、ピーロさんヒットっすね。ピーロさんヒットは何なんですか、これは。さあ、でかいでかいでかい。おっと、これはさあ、これは何ムルーじゃないですか、これ。あ、ムルーこれ。ムルーですよね。ムルーっすか。プチナジ。プチナジ。綺麗なプチナジちゃん。綺麗。でかいっすね。ビッグゲーム。これは、魚拓までもう一歩っすね。餌チャンスね。あ、プッププありがとうございます。ピーロさんもね、ちょっとナメック星と同じことを喋ってますね。ポルンが呼ぶときの声でしたね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、バンバンヒット。やば、うわー気持ちいい。さあ上がってくるのは曲がってる。頑張れ、俺のさ。曲がってる。さあ、なんか10キロだ。なんだ、これはなんだ。しかも飲んでる。うーわ。はい、ということですね。こちらモンガラちゃんジキランって言われてますね、ジキラン。美味しそうですね。3363。はい。一緒に食べてはみないですか。食べますか、せっかくなんで。はい、こいつ食べましょう。はい、昼にでも。はい、こいつあれだよね、死に硬いんだよね。皮が化け物です。島の幸をね、みんなで堪能しましょうか。はい、堪能しましょう。はい、さあ
さん。いいじゃん、バンバン。バンバンヒット。よっしゃ、メスのおじさんヒット。メスおじ。これはメスのおじさんですね。おっしゃー。さあ、バンバンが釣ったな。釣りました。メスのおじさんです。おっしゃー。ありがとうございます。ヒーローさんヒット。ヒーローさんヒット。ヒーローさんやばいのヒット。姫路おじさん。大きいおじさん。さっきのはメスのおじさん。これは大きいおじさん。はい。これも餌にいいですね。あざす。これもかなり餌にいいんで。はい。そのままキープします。はい。おっしゃー。さあ。ツーバー来ましたね。さあなんだ。いいサイズ。おっと。口なじ？つららで口なじ。取りました。はい。ルアー竿に、つらのルアー竿に、はい、中通しのイチゴ入れて、はい、キビナゴつけて、中通し重りのイチゴか、はい、そこに放置したところ、バンって引っ掛けられました今。いいっすね。ね、釣れました。万能です。ワンチャン、この島あるんですか？ルアーいいかもしれない。これがいるってことは。あ、ルアー行ってみます。行きますか？ルアーの、それもありかも。はい。ルアーの絵、多分今までハイセイこっちで撮ってないんですよ。確かに確かに。ちょっとやってみますか。クチナジが校内で釣れるってことは、外界やばそうじゃないですか、リーフとか、うん、ちょっと行ってみようか。それもありっすね。でいいサイズが釣れたら、ワンチャンそいつは魚拓になるかもしれない。魚拓になるかもしれない、はい、モンスター。はい、はい、ありがとうございます。はい、あのさっきクチナジと言ったのは、あれは嘘だ。ちゃんと見たら、キツネ笛吹き、ウムナガでした。ちっちゃいんで、まだはっきり分かんなかったですけど、やっぱ顔が長いんで。こちらルアー釣りね、今から迎えてると思います、はい、なんか朗報があって、はい、なんとカスミとかが出てるらしいですよ。はいはいはい、うん、結構いいサイズのやつとか、はい、もしガーラとかも取れる可能性があるんで、荷物を乗せてね、ちょっと行きましょうか。はい、行きましょう。はい、今現場に向かうんですけどね、次のポイントに向かう前に、離島の販売機はやればしっかりしてるなと思うんで、ちょっとみんなで飲み物を飲みたいと思います。値段も本島と変わらないから良心的ですね。変わらないし、はい、もっと多少高いのかなと思ってた。オリンピックの販売機200円超えるって。え260円か280円みたいなんだったら、一応ボーリング場より安いっすよ。いや、そうっすよ。離島で値段が変わらんっていうのは一応お得。お得よ、本当に。はい、ということですね、来ちゃいましたね。はい、見てくださいよ、この絶景。めっちゃ綺麗っすね。めっちゃ綺麗。ここがね、波照間のね、ルアーの化け物が出るんじゃないかと、はい、そういう期待を込めて今来てるわけですけれども、はい、まあ、カスミとかガーラとか、あと一緒、カスミとかガーラ。そうだね、カスミ、まあガーラだね、ガーラ、はい、ガーラとか、あとはそうですね、今日ツーバーがね、ウムナガ落ちてたので、そういうのも釣れるんじゃないかと、クシナジとかも釣れるんじゃないかと期待もありますね、はい、海に行きますか。はい、ちょっとツーバーが怪しいんですよ今。ツーバーがなんかシンって書いてる。こんなのホッパーとか、うん、僕のやつが今、7.76、7.6 フィートか、これ、はい、7.6 フィートで、ツーバーのがグリスサンドの90 9フィートっすね。90、つららさんのグリスサンド90、9フィート、はい、長いんですよ、はい、超遠投ぶちかましたいなと思って、はい、はい、ハイサイのイケメン担当が釣り竿を持ち、海に投げた。さあ、イケメン担当頑張ってください。さあ、ツーバーさんの、あっ、見れるのでしょうか。はい、いやー、綺麗だな。はい、嘘でーす。はい、釣れないので打ち込みに変更したいと思います。もう水めっちゃ気持ちいい。お、3363、まさかの目がかりですね。目がかりですか。じゃあちょっと外してる間、ツーバーさんのところに行きたいと思います。ツーバーさん、はい、こういったところってどういった魚がいるんですか？砂浜混じりだったら、本島とかだったらタマンとか、はい、オニヒラとか。オニヒラ、こんなでかいポッパー食ってくるんですか？そこはごめんなさい、ちょっとハテルマのポテンシャルを信じてる。素晴らしい。やばっ、めっちゃ入ってるやん。
ルゴサイさん363予定では膝のところぐらい行ってたんですけど、もうお尻のところまで行ってますね、3363。てか今日一3363が生き生きしてる。これ映せるのは楽しいぞ。変な動きしちゃってましたね。おお、大きくなったぞ。なんでカメラマン映してるんですか。あっち映してください、あっちとかこっち。カメラが俺に向いてる、おかしいだろ。来た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 。さあ何なのか。おー、いいっすね。おー、いいぞ。走りますね。走った走った。来たぞ来た。おー、これはモンガラちゃんたちかな。これはハギちゃん、モンガリちゃんたちだな、これ。こんにちは。はい、モンガラちゃんですね。モンガラ、はい、おめでとうございます。はい、ナイスモンガラ。モンガラちゃん、おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん見てください、この透明度超綺麗。うわー、やば、真水みたい。ボンバー。